星野和義、星野和義、星野和義、1947年7月1日台、は元レーシングドライバーで、現在は株式会社星野インパール、代表取締役社長。静岡県安倍郡玉川村、現、静岡市青井区出身。血液型、A 型。現役時代は日本一早い男と呼ばれた。レーシングドライバーの星野和樹は長男。 星野の成果は生菓子の製造、販売業を営んでいて、比較的裕福だったという。野球少年だった星野少年は、父、また平が道楽で何台も自動車を所有していたこともあり、乗り物好きでもあった。中学生の時には、無免許にもかかわらず、父親からオートバイを買ってもらい、それを乗り回したり改造したりしていたという。また、オートバイや、 モーターサイクリストなどのバイク雑誌を読みあさっては、シ島 TT レースや WGP に参戦していた、北の本や高橋邦光が狩るホンダのマシンに思いを馳せていた。東海大学第一高等学校、現、東海大学附属商用高等学校を1年生の1学期が終わったところで中退すると、しばらくは、静岡市内のオートバイ販売店で働くが、ほどなく、 当時東海大学に通っていた兄、幸雄を頼って神奈川に移り、川崎はアクスライダーだった、安良岡県に弟子入りを志願。安良岡の同僚だった、三橋みが率いる川崎系、モトクロスチーム、川崎コンバットに入る。この頃、後に一緒に星のインパルを立ち上げることになる、金子豊と出会っている。1967年に、幸子夫人と結婚。 1968年には、同じ川崎系ワークスチームの神戸コノミレーシング片山芳美が主催に移籍して全日本モトクロス選手権の 90cc125cc 両クラスでチャンピオンを獲得。タイトル獲得のご褒美として MFJ からヨーロッパ視察旅行を与えられた。しかしモトクロスの危険度の高さに見合った年収が、 得られないことに不満を感じ、一度はオートレースへの転向を考えた。だが、翌1969年に、モトクロス仲間の都市森康氏の推薦で、日産自動車のワークドライバーのテストを受け合格したのを機に二輪の世界から引退。東京、大森にあった日産の宣伝部の契約ドライバー、俗に大森ワークスと呼ばれるとなり、主に当時、マイナーツーリングと呼ばれた。 富士スピードウェイでのツーリングカーレースなどで活躍することになる。1974年には大森ワークスの先輩、リーダーである鈴木誠一と接伴でマーチ F3 のシャシーを購入し FJ1300 に参戦。エンジンは鈴木たちが設立した透明自動車、現透明パワードのチーンしたもの。星野は FJ1300 のデビュー戦で優勝。 1975年にヒーローズレーシングに加入。全日本海2000選手権に参戦し、チャンピオンを獲得する。1976年に富士スピードウェイで行われた、第一世界選手権インジャパンにヒーローズレーシングから、スポット参戦。旧型のマシン、ティレル007を借り大雨の中一時3位を走行する検討を見るが、 スペアタイヤが底をつきりタイヤした、正確には、タイヤ自体は残っていたが、それを装着するホイールの予備がなかった。以後、全日本海2選手権や、富士 GC シリーズ、全日本ツーリングカー選手権、JTC 及び JTCC において、チャンピオンの常連となり、レースファンから、日本一早い男と呼ばれるようになる。1977年。 海一日本 GP に小島エンジニアリング計009にて参戦11位完走。1978年、海外発遠征となるルーアンとドニントンパークで行われたヨーロッパ海に選手権にスポット参戦するが、マシンはノバ五百5 3 2 p b m w 2 0 0 0と森リタイヤに終わる。1980年には、自らのレース参戦資金を稼ぎ出す目的で、 金子豊と共に星のインパルを設立。1983年には、自らのレーシングチームとして、星のレーシングを設立して全日本海に選手権に参戦する。1983年には、イギリスのドニントンパークで行われたヨーロッパ海に、選手権シリーズ第8戦に、スポット参戦。マシンはマーチ 832BMW。 ブリジストン勢最上位となる4位入賞。1985年に富士スピードウェイで行われた WEC ジャパンでは悪天候によりライバルたちがためらう中を果敢にアタックし優勝。日本人として初の世界選手権レース制覇となった。1987年にはホンダ開一のテストドライバーになったほか、 スポンサー持ち込めなどの条件付きでベネトンなどの F1 の有力チームのシートに誘われることも多かったというが、プロのドライバーはお金をもらって走るもの。だから、こちらからたとえ1円でも払ってまで乗りたくはなかった。という考えで、海一のレギュラーシートを得ることはなかった。しかし海外でも活躍し、1990年のルマン24時間レースに日産、 R90CP で出場し5位入賞。1998年のルーマン24時間レースには、日産 R390 で出場し、日本人ドライバートリオによる初の3位表彰台に輝いた。他にも1992年には、林吉政、水野和都氏の指揮で、デートな24時間レースに、日産 R91CP で出場し、2位を吸収。 引き離して完全優勝するなどの実績を挙げている。このレースでは他にもファステストラップ1分38秒495や24時間の平均速度時速 181.923km など数多くの記録を塗り替えた。1990年代に入ると全日本ツーリングカー選手権や全日本 GT 選手権にカルソニックカラーのスカイライン GT-R で参戦し、 数多くのチャンピオンを獲得、カルソニックの星野のイメージが強くなった、全日本海参0選手権でも活躍を続けた。1997年シーズン開幕直前に、持病の腰痛の悪化のため、国内トップフォーミュラ、フォーミュラ日本からの引退を発表。以後も全日本 GT 選手権に参戦を続けるが、2002年8月に現役ドライバー引退を発表した。 引退後は全日本 GT、現、スーパー GT と、フォーミュラ日本に参戦する自身のチーム、チームインパルの監督を務める。また、ニスモフェスティバルなどの自動車のイベントでのデモ乱行や、日産の新型車、主に、フェアレディ Z やスカイライン、GT-R などのテストドライブなどで、雑誌やメディアに姿を見せることも、少なくない。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。